はい、ということで幕張ベイパークマンションミュージアム、現着でござんす。想像を超えるほどの街づくりを日本に、幕張ベイパーク。はい、ということでモデルルーム内に来ましたが、やっぱりこのキッチンの上も天井が高いっていうのがいいですね。下がり点が少ないんですよね。でこちら2600が標準ですが、キッチン分も2600、これはいいですね。今見たお部屋は 81ZT タイプなんですけども、81平米、やっぱこの広さ得られるってのはいいっすね。これ都内じゃもうオークションだよな、都内のタワマンだと。はい、リビングへ入りますが、いやいいですね。いやー、この広さいいな。はい、角部屋に来ました。角部屋に関してはですね、リビングに天かすが入っております。そしてコーナー差しですね。はい、我が家にも入っております、オーバーヘッドシャワー。いやービューバス、いやこれは羨ましいですね。いやいつか住みたいな。いやーこれはなんかレコーディングスタジオのように金魚鉢になってるんですよね。向こうが見えるという。そしてダブルボール。いやーこんな家に住んだらモテすぎちゃって困っちゃうな。はい、今洋室に来たんですが、洋室も天かせなんすね。いやいいな、角部屋、おーすげえな。はい、模型コーナーでございます。いやこれはぜひ、マンションギャラリーに来てですね、見ていただきたいですね。すごい迫力でございます。いやーこれが6棟さらにプラスで立っていくというのは楽しみでございます。はい、ということで本日ですね、市長のツイッターでも発表されました、磯部にある海浜病院が幕張ベイパーク内に、来るということで、今その現地を撮影しております。これ幕張ベイパークから、まあ、ワンブロック離れてますけど、もう隣ですね。で病院から振り向くとクロスタワーとスカイグランドタワーが見えます。これだけ広大な土地にできるってなると、すごく病院もかっこいい新しいものになりそうですね。楽しみですね。はい、オーカスの裏側に来ております。やっぱり一体開発だけあって、クロスタワーの高知エントランス側ですね、そことつながってすごく綺麗な空間になってます。はい、野村不動産グループサービス付き高齢者向け住宅オーカス幕張ベイパークに来ております。こちらはですね、野村不動産グループの賃貸型シニアレジデンスですね。幕張総合高校の向かいにございます。こちらは幕張ベイパーククロスタワー&レジデンスですね。やっぱり一体開発ですので、本当に綺麗ですね。デザインも統一感がございます。はい、こちらイオンスタイル幕張ベイパーク店です。こちらカフェやですね、ダイソーもできております。最大級最高峰を幕張、こちらは幕張ベイパークスカイグランドタワー建設地でございます。1棟目の方はですね、すでに完成して入居が開始されております。太陽がさんさんとしております。現在、40階近くまで来ておりますね。いやこちらの2棟目にはですね、スポーツバーやクリニックモールが入ります。
現在すでにですね、イオンスタイル等の商業施設ができておりますので、より便利になりますね。でこちらの電線気になるんですが、こちらは将来的に地中化の予定がございます。クロスタワールレジェンスも素敵ですね。かっこいい。中央に公園がありますね。こうやって街の真ん中にですね、公園があるっていうのはいいですよね。子供と遊んでいるママさんもいれば、大人が一人でですね、寝そべって、休息している方もいらっしゃいますね。いやー、いいですね。はい、こちらベイパークへの入り口なんですけども、交差点の移設工事をしておりますね。まあ、こちらができると、まあ、やや近道になるというのと、なんか入り口らしくかっこよく作るんですかね。木とかも植えられそうな感じですね。今現状は来る範囲だと階段が素敵なものになっております。こちらはスカイグランドタワーから海浜幕張へ向かう公園内なんですけども、新しい道ができましたね。これで海浜幕張駅からスカイグランドタワーまで結構一直線で行けるようになりますね。すごく綺麗に整備されています。はい、どうも店舗に戻ってまいりました。価格表もですね、もらって帰ってきたんですけども、ざっくりですね350個ちょっとが、販売済みとなってますね。まあ、高層階がかなり売れてますね。西向きの特に中重工30階以上になるともう全部ないですね。で北向きもうだいぶ減っちゃってますね。この4801というのが我々が、投資で購入した部屋ですね。でその列の26階、27階がまだありますね。ここ北向きですが、単価も安いのでおすすめしやすいです。ただ駐車場の抽選に参加できないので、車持ってる方は厳しいですね。で、低層階になってくるとまだ選べますね。線路越える南向きはだいぶなくなってますけどもね。東側はどうしても今後のタワーが被るので、クロスタワーの時は東側が半永久眺望ということで東も人気でしたけど、今回はやっぱ西と南の方が圧倒的に人気ですね。 2LDK でもいいよって方は、64.98 平米の列が、まあ、現実的な、手が出しやすい単価になってます。ということでこの辺りはですね、またブログでもお伝えできればと思います。幕張ベイパークスカイグランドタワーレポートでした。ご視聴ありがとうございます。ご相談はマンションカウンターまでお願いいたします。